こんにちは、あたりです。今日は珍しくアプリ実況をしようと思います。こちら、はい、これなんだっけっていうゲームですね。なんかアップストアでたまたま見つけて、なんかこれちょっと面白そうだな、今度やってみようと思ってダウンロードしてなかったんですけど、今ちょっとダウンロードして、始めてみようかなと思っております。ごめん、説明下手でごめんとりあえずやってみる。これなんだっけ。こういうことよ。こういうことキリオネなっちゃった。クリオネね。こういう感じ。ピンポン、はい。BGM ちゃんとあるね。こういう感じでどんどんクリアしていく。オッケー。これちょっとじゃあ、詰まるまでやっていこうかな。間違えるまでやっていく。これコンペイトでしょ。これは、ドリアン。ドリアン。オッケー。これなんだ。これね、名前出てこねえ。プレパラートじゃないし。理科の実験で使うやつよ、これ。めっちゃ出てこない。もう、この4問目でもう出てこない。パレットじゃないしな。ペレット?ちょっと待てよ。パレットじゃないな。まあいいや。待って。ペレットにしてみようか。ペレット。違う。ヒント。ヒント出る。ヒントありがとう。ヒントくれ。ヒントを一回使うと、一文字だけ答えを表示するんじゃ。よし。じゃあ、一文字目出てきてほしい。一文字目来てほしい。しゃーれ。これ、そういうあれだよ。もう、全然。ね、一文字目出てくるとわかるな。これあれだな。獅子舞でしょ。シャーレは出てこないでしょ。シャーレ出てきた人います？出てこないでしょ。シャーレか。他のメスシリンダーとかだったらまだね、自信はあったけど、シャーレ。日常生活でさ、シャーレを使うことなんてないじゃん。これ、これ何?単語帳でいいの？これ。単語帳でいいのかな？単語帳でいいよ。OK、よかった。これは？これなんだ？これハマグリか。ハマグリ？ハマグリってこんなんだったっけ？ハマグチじゃん。ハマグリで OK。はい、OK。これ、ホルンじゃない。ホルンじゃない。ハープ。OK。あれ？結果、100点。ありがとう。次行こう。どんどん行くぜ。レベル2。おっと。真実の口。はい、OK。データ、理科のさ、実験道具シリーズやめてよ。理科の実験道具シリーズはよくない。これはね、パプリカでしょ。はい、パプリカ、OK。はい、OK。はい。伸ばす。エアーズロック。伸ばすね。OK。エアーズロック。地球のへそ。これはね、あれ。テトラポ、待てよ。とか。どうか。どうだよな。よかったー。シシトウ、はい。待てよ。4文字だから、ひらめかカレーだと思ったけど、どっちとも3文字だ。お前誰だ。フグじゃないし。ひらめ、まカレーみたいな。ちょっと待ってよ。左についてるのがカレーじゃなかった。カレー。ちょっと待って。これはちょっと良くない。これ良くない。ヒント使っていいですか。ヒント使います。わ？ちょっと、カワハギか？カワハギか？これはわかんない。カワハギか？サスペンダー。はい。サスペンダー OK です。
これはね、生姜、生姜でしょ。サスペンダーって言ったらね、もうコナン君しか出てこないもんね。マーチバリ、マーチバリ OK です。はいはい、 OK。 これ大変だわ、大変。いやもうだってさ、1,2 で1回ずつヒント使ってるから10まで行くのに大変だよこれ。レベル3。これはね、待って、これ理科の実験と、やっちまったー、すげー今思いつきで書いちゃったこれ。はい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 、すいません、奮動です。はい、はごいた。はい、オッケー。ちゃんとあの皆さんも一緒に考えてくださいね。モアイでしょ。なんだこれ、なんだこれ、これ何、これなんだこれね。多分地面に打ちつけてあれするやつだと思うんだけど、いやさすがにこれの名前は聞いたことないぞ。え、カスタネじゃない、トライアングルじゃないよね。あ、トライアングルかこれ。トライアングルいいのかな。あ、合ってた、トライアングルでいいんだ。これ紐ついてないからわかん、あ、まあいいや。あーっとね、これはね、これでしょ、これだ、よかった、合ってた。グルモナイト、グルモナイトです、グルモナイト。はい、 OK。 タガメじゃ、あ、タガメじゃない、こっちだ。もうね、小さい頃ね、よく捕まえた、畑に行って、畑、田んぼに行ってよく捕まえたよ。さ、メダカとかね、僕の小さい頃いたもん、小学生も。あ、待ってよ。これなんだ、マンゴーじゃないよ、これなんだ、え、これなんだ、え、これ何これ何、マンゴーじゃないよね、違うよね、これなんだ、ヒント、またこのレベルごとに、ドドリアじゃない、ドドリアじゃないな、さっきドリアン出たよな。ババロアじゃないし、あ、ちょっと待って、あの、バーバパパのやつ。バーバパパこれだよね、モチーフ確か。バーバパパのやつ。ババロア、ババロアじゃないんだよな。ババロアで入れてみる？ババロアじゃない。バーバママ。バーじゃないのこれ。バーじゃないの、ちょっと待って。もう一回ヒント使う。オッケー。パ？パ？パ？ちょっと待って。ここまで出てもわからない。パ？パ？なんとかパ？あ？あ？でもヒント。パパ？パパロアなの？え、パパリア、パパ、あ、え、これ何？そんな果物あった？パパ？ちょっと待って、パパ？パパ、これ何？パパ、あ、ここまで出てわからないっておかしくないですか？ここまで出てわからないっておかしくないですか？これ遠藤じゃない？
フレンド、枝豆じゃないでしょ。あ、これなんだ、サヤエンドウ、サヤエンドウじゃないの、サヤ、あ、これなんだっけ、よく給食に入ってたよね、これね、給食に入ってたよ、これ。いやー、なんだっけな、これ、ちょっと待って、これヒント使おう、ヒントお願いします。エンドウじゃない、エントウ、お前誰だよ。ヒント、えい、あー、これ最初にさ、イが出てくればさ、分かった、さすがの僕も、さすがの僕も最初にイが出てくれば分かりました、レベル4いきます。これね、いきなり難しいでしょ。サグラダファミリア、オッケー。お前なんだ、あ、これ、ちょ、あ、あの、あれ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 するやつ、あの、コーヒーとかあれするやつ、名前出てこない、名前出てこない、名前出てこない、あと、シナモン、シナモン、シナモン、オッケー。うわ、またこの、なんか授業で使うシリーズ、分度器、マジで分度器、はいはいはい。7文字、エンドウ豆じゃないよな、サヤエンドウ、違うな、豆シリーズやめてほしいな、これいろんなシリーズ出てくるけどさ、これなんだ、この豆なんだ、インゲン、インゲンじゃないな、なんとかインゲン、違うな、なんとか大豆、違うな、ヒントください。出てこない、スキップしていいですか、スキップします、あ、スキップしちゃった、あ、あれ、あれ、なんか、あ、保釈じゃ保釈じゃないです、被釈、はい、OK です。これはね、ハスでしょ、次は、あ、待って、どっち、これ熊の実の方か急ぎんちゃくの方か。これ、急ぎんちゃくのパターンあるぞ、これ。いや、でも、あえてこの熊の実を出してきてるじゃん。これ、熊、何熊の実だ、これ。あれでしょ？ニモのやつでしょ？ファインディングニモのやつでしょ？熊の実、隠れ熊の実ってことじゃん。合ってた、ほら。合ってたぜ、ほら。おらどやー、何ガエル、これ殿様ガエル、殿様ガエルでいいのこれ、合ってるし、これはね、八角、あ、マジで八角、イエーイ、多分90点でしょ。いや、間違えたやつの名前教えて、間違えたやつの名前、嘘でしょ、あいつ、あの豆なんなんだ、あの豆、あの豆気になる、マーライオン、よし、モルモット、ふふふ、お前らはカゴの中のモルモトを追う、モルモトをだ、お前なんか、清水寺、待って、はい、清水寺、トランペットかな、トランペットでいいのかな、いや、このさ、金管楽器のトランペット金管楽器の区別の仕方を僕に教えてください。いや、まあ大きさが、
違うの。え、だってこれでしょ、これトラ、あ、違う、これトラ、あ、トランペットこうだ。あー、なんだっけこれ、カスタネットじゃないし、あー、名前が出てこない。トランペットじゃないし、そう、トランペットこうだもん。あー、出てこない。チューバじゃない、ホルン、ホルンじゃない。ちょっと待って、ヒントください、ヒントください。最後よりもね、1文字目が出てほしいのよ、僕としては。ヒントもう一回。あー、これなんだ。スキップ、スキップします。これはね、アボカド。あれ何だったんだろう、なんとかホルンなんじゃないのかな。いやもうダメだね、一回分かんないとさ、もう完全に深みにはまっちゃうじゃん、こういうのって。だからそのね、 これなんだっけっていうあの題名なのかもしれないけど、あれはね、よくない、あれはよくない。あ、なんだっけこれ、八宝菜、八宝菜、あ、これなんだっけ、八宝菜だっけ、八宝菜って料理の名前じゃなかった、うん、ちょっと待って、あ、これ名前出てこない、名前出てこない。あ、八宝菜じゃないし、セロリじゃないし、いやもう、あー、くそー、頭の中ごっちゃごちゃになってるぜ。セロリじゃないんだよ、パセリじゃない。あ、これなんだ、お前誰だ、お前誰だよ、お前誰だよ。ヒントのね、これもう使えないんだよ。時間が経つとまた増えるんじゃって、何分ごとに増えるのかが教えてほしい。スキップ。え、5文字だったらタラバガニしか出てこないけどさ、タラバガニじゃなかったら僕多分積むよこれ。あー、よかった。結果80点ありがとう。もう次第に点数取れなくなっていってるね。6出たよ、ほらこれ、このさ、理科の実験で使う道具シリーズ、もうね、これ良くない。いやでも最初のなんだっけ、シャーレがさ、レベル1で出てくるのはおかしくない。今ここのこのレベルでシャーレが出てくれば、いや間違いなく僕はね、ああ、まあまあレベル5だなっていうのは、レベル6か、あ、ザク、あ、ザク、あ、ザクなのね、あったけど、あれ、え、あれまた打ち間違えたの、どういうことだ。ザクロでしょ、はい。これはホイッスルだな、はい、ホイッスル。え、これおひつでいいんじゃない。あ、よかった、あってた。お前誰だ、お、あ、じゃ、これね、体に線入ってるから、マグロ。カツオだ。体に線入ってるからって言ったのに。これがね、レイ。しょ、はい。体に線入ってるからって言ったのにな。お前誰だ？え、これは、あれでしょ？果汁グミでしょ、これ。これは果汁グミでしょ。なんとかベリー、ラズベリー合ってるよ。これはズッキーニとかじゃない？ほら、来た。これヒントなしで、ヒントなしで100点だ、これ。逆にね、逆に。レベル7。コロッセオ。OK。あ、これはね、簡単。これは簡単よ。みんな、あれでしょ？ちゃんと実況見たでしょ？時のオカリナ。これはね、ダンベル。オッケー。さすがに。あー、リコーダーね。あー、あるある。あまりこう、深くは言及しないけどね、リコーダーに関してはね。また豆だ！また豆だ！エンドウ豆で、エンドウ豆でいこう。エンドウ豆。違うんだ！お前誰だよ！
これサヤエンドウしか出てこねえわ。サヤエンドウ確かスナック豆のあえってるんだ。あれスナック菓子の名称じゃないんだ。これはあれでしょ、あのバドミントンに使うやつでしょ。はいはいはい。え、これ何の遺跡だ。遺跡だろこれ。遺跡でしょ、南国っぽい遺跡。よし、そういうことだ。南国の遺跡でしょ。全然違う。これ難しいぞ。ちょっと待って、これなんだ。いや名前聞けば絶対思い出すんだよな。でもこれ結構あれに似てない？インドのあれ、あのお墓のやつね。ヒント増えないな。これスキップしていいですか。いやこれなんだろうな。これなんだ、全く出てこない、全く出てこない。いや、待って、あ、これは、ジェリービーンズ。あ、ジェリービーンズじゃない。え、これ何？ジェリービーンズ。あ、ゼリービーンズってこと？ゼリービーンズ。あー、いいんだ。ジェリーじゃない。ゼリー。お前誰だよ。お前誰だ？石台。石台。石台じゃないんだよな。たぶん、まず前提としてタイじゃないと思う。前提としてタイじゃないはず。なんだろうな、スキップしていいですかね。スキップします。え、え、おでんじゃないよね。え、これ何？これ？これか。はぁおでんじゃないよな。まあおでんじゃないよ。レベル8行こう。はい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 。行こう行こう行こう。行こう行こう。凱旋門。はい。どんどん行こう。101。あーこれ、だって打っちゃったからさ、ボケられなかったね。101で6文字いけたじゃん。化石。化石じゃないんだね。はい、三葉虫。オッケー。三葉虫。出たよ、ほら。だから、理科の実験で使う、道具シリーズをやめて。アルコールランプ。はい。チン、ジャオ、ロース。あれ？あれ、ロース、チンジャオロース、ははは、伸ばさないでね。これはコントラバスでいいのかな。さっきのあれ何だったんだろうな。あれ何だったんだろうな。なんとかホルンだと思うんだけどな。パラシュート、え、パラシュートでいいんだよね。違う、パラグライダーでもないでしょこれ。あ、ちょ、え、これ、ま、え、あ、違うの。ジェットスキーじゃないから。え、これ何？これなんだ？これ多分船に繋がってるやつじゃない？え、これ何？これなんだ？ジェットサーフィン。違うな。全然違う。7文字だよ。ジェットモグラ、ジェットモグラじゃない。ちょっと待って。え、これなんだ？あ、待って、あ、これか？これか？パラセーリングか？あー、出た。あー、よかった。これこそパレットじゃない？レベル1でやってた。え？ブリ大根じゃない？あ、8文字。あ、8文字か。本当にさ、全然違うものがまず最初に出てくるよね。なんだお前。ああ、オッケー。来たこれ。
いくつだ ?90 点だっけ ?100 点あレベル8。ヒントなしに100点いきました。レベル9いくぜ。ああ、これは楽勝です。カピバラ。カピバラ。はい、オッケー。ありがとう。なんだっけ。アネモネじゃない。アネモネじゃない。ハイビスカスじゃない。あれだ。名前が出てこない。うわ、ど忘れだ。ど忘れだ。ヒントはまだ使えないんですか？ヒントは使えないですね。ハイビスカスじゃない。かじゃない。アネモネじゃない。うわ、ここまで出てる。ここまで出てる。くっそ飛ばす。あ、こいつ、さっきのさ、遺跡のやつさ、これに似てると言ってたの。うわ、名前が出てこない。タージマハルよ。タージマハル。これお墓。これさあ、そこの、あ、ごめん、これは、浜や。これは、アンドン。アンドンじゃない！アンドンじゃない！アンドンじゃない。お前誰だ俺。待ってこれ。あれでしょ。川に流すやつは鐘楼流しだから鐘楼でしょ。これなんだ。これなんだろう。アンドンだとばっかり思っていた僕は。アンドンじゃないんだ。アンドンじゃないんだ。ヒントも使えないし。これわかんない。飛ばします。これはね、完全にわかんない。あれ、モンサンミシェルじゃない。モンサンミシェルじゃない。マチュピチュよ。はい。オッケーオッケー。オンサね。はいはいはい。出たよ、ほら出たほら、理科の実験で使う道具シリーズ。メシリンダーじゃないです、すいません。メスシリンダーですね。じゃあ待ってよ、ちゃんと打たせて僕に。メスシリンダー、はい。これあれ、あの正月に飾るんだよ、家のところに。鬼を避けるための名前が出てこない。なんだっけこれ。うわあ、小学生の頃よくこればあちゃん家の前に飾ってたもんこれ。あー、なんだっけ。うわ、名前出てこねえ。これ名前出てこねえ。うわー、もやもやする。あ、全然出てこない。鬼よけです。飛ばします。はい。これはね、これ筑前煮でしょ？ほら、筑前煮だ。2問飛ばしたかな？なんだ、あ、3問飛ばした。70点じゃクリアにならないの？ 70 点クリアにならないの？これ問題一緒かな？全部。問題一緒だ、これ。こいつの名前がわからない。こいつの名前さえわかれば。こいつの名前。はい。唐突に始まりましたアプリ実況。これなんだっけでした。皆様お楽しみいただけたでしょうか。それでは、また機会があれば何かやってみたいと思います。それではまた次回。バイバイ。メインチャンネルもよろしくお願いします。